どうも、やらまいかカンパニーもちもち大福です。お茶丸です。祭りでやいそう、お願いします。お願いします。さあ、本日の動画は、はい、練習弁レジェンドに遭遇、うん、ネチネチさあ、この練習弁レジェンドに遭遇というお話なんですけども、はい、うん、祭りでやいそうやいそうやいそう。まず演習弁レジェンドっていうのは、うん、お茶丸が命名させていただいただけど、はい、演習弁を幼い頃からもう長年使いこなしている方々のことをリスペクトの意味を込めて、はい、演習弁レジェンドっていうふうに呼んでるだけど、はい、以前の動画で、はい、演習弁レジェンドに遭遇黒っていう話をしただよね。あ、はい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 。そうで、黒っていうのは隅っていう意味だもんでさ、うん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 、俺が農作業のアルバイトをしてる時に、うん、その黒っていう練習弁を使いこなしてるおばあちゃんに遭遇したっていう、はい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 、その動画は、はい、以前のものをぜひ見てください。お願いします。お願いします、はい、で、今回はネチ、うん、さあ、この意味はまだ後で言うだけどなんで謎解きみたいにしてるで、うん、今回は、うん、一緒に農作業をしている、うん、ドライバーさん、うん、ドライバーさんもチャキチャキの演習弁レジェンド江戸っ子しか使わねえイメージだけどチャキチャキって演習弁レジェンドのおじいちゃんのお話、はい、もう演習弁を使いこなしてるだよね、うん、エンレジェエンレジェ農作業のアルバイトの休憩中に、うん、その黒の話を世間話でしてただよ。ほう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 。おばあちゃんと、うん、こういう会話をしたんですよっていうさ、うん、黒の話をしましたみたいな、ね、そうそうそうしてただよ。で、その演習弁レジェンドのおじいちゃん、うん、その要はドライバーさんなんだけど、はいはいはい、黒って言いますっていう、これが聞いたら、あ、黒言う黒言うって、そんな感じだ急にモノマネが入ってあー黒言う黒言うって言って、あー黒ね黒みたいな、でも他にもあるらってチって言っただよ、はあ、で、はいはいって言ってさ、うん、ありますよねって言った時に、うん、ポンってなんかその言葉がポンって飛んできてるじゃんね、うん、でもなんとなく俺その一発目の時には、うん、自分のこのはいはいとちょっと被っちゃってたもんで、うん、うーん、なんかしゃべってるなって感じだったけど、うん、で言ってるだよ、なんか他にもあるら、うん、ネチネチって言って、うん、ピョンピョンってさ、この右耳から入ったものが左耳が、バネかなんかついてピョン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 なんかね、本当に俺あれ描写ね思い出してるけどね、うん、なんかピュン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 飛んできてる、ね、その光線銃みたいな表現やピュンピュンじゃない、別に飛ばしてないでしょ向こう俺も気づくじゃんね、もうピュン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 飛んできてるもんね、まあなんか言ってるなとはなったんだよね、なんか言ってるなってなったね、うんうんうん、それで、でそのおじいちゃんがさ、うん、言うだよね、さらに、うん、ネチネチとかネチっこいの意味じゃないに、ネチだにネチって言うだよ、おおほうほうほう、はっきりと俺ももう聞こえた、うん、で俺はそこで、うん、ピコーンって豆電球がまたさバーンって出るだよ、で俺は演習弁だぞってなって、古いのよ表現が、そう、でも俺はその一瞬で、うん、まだその要は意味まで到達してないだよ、これはもう演習弁だ、なるほどね、とりあえず演習弁を教えてくださってるっていう条件になったと、ね、うもう日常会話として黒の話をしてる上で他にもあるら、ネチネチっていう風に言ってて、俺は演習弁だってこの何秒間の間で気づいてるだけど、うんうんうん、それが何かに、ね、イコールに今その一瞬が結びついてなくて、うん、でそしたらそのおじいちゃんがニコニコしながらさ、うん、こうやってニーってしてさ、うん、これこれって言っただよ、ほう、で、あー、ネチーってなっただよ、ほう、おじいちゃんがね、うん、これこれ歯茎って言っただよ、ほう、で、わーってなって、これもうもう嬉しくなっちゃって、演習弁でネチは歯茎だもんで、ほう、それをおじいちゃんが俺に教えてくれてただよねえ、でもそのレジェンドさんはずっと語尾に歯茎、歯茎って言ってたってこと？ずっとだもんで、俺に俺に歯茎、歯茎って言ってくれてたけど、へぇー、そうそうそう、で、ネチ、ネチってさ、これこれ、ネチって言ってさもう俺その描写忘れられんくって、ネイティブ演習弁もらったの、ネイティブ演習弁もらっちゃったねえよネイティブとかねえだろ、もうさ、実際俺も
こうやって帰ってきてさ、うん、だんだんとこう浜松で生活はしてるだけど、うん、でやっぱこの演習弁っていうさ、うん、このくくりでさ、うん、自分が大好きだったもんで、うん、改めて今さ勉強したりとかさ、うんうんうん、なんかこのインターネットに載ってるものとか調べたりとかしててさ、うん、その時に、うん、ネチオを見てるだよ、うん、目にしてるだよ、文字としてね、文字として、うん、だけど自分は正直使ってなかったもんで、うん、それが全然こう出てこんというかさ、うん、日常会話では別に飛ぶかうようなワードじゃないけどね、そう俺はなかっただ、うんうんうん、だもんでそれをまともにさ、うん、その使いこなしてる方から教えてもらった時の、うん、あのなんか感動というかさネイティブ演習弁、え、浜松にホームステイしてる？そうホームステイの人の話ともうリンクしてる感じするけど、もう本当にだからすごい勉強になってね、うんうんうん、だもんでさ、うん、演習弁レジェンドさんの演習弁を聞くと、うん、なんかお茶丸癒されるだよマイナスイオンが、マイナスイオン感じてる、演習弁イオンが、演習弁イオンを感じてるね、えよわーってなってるだよ、演習弁だーってなる、ねちーじゃねもう本当にでもねそれが癒されるなと思って、うん、今回本当に勉強になりました、はい、いやもう今回さ、うん、このねちっていう音、うん、これ本当どむずかった苦労してたね、もう本当にお茶丸は経験してないその単語だったもんで、うん、本当にその目の前の、うん、演習名レジェンドのおじいちゃんから教えてもらったワードだったし、うん、でもそれを家に持ち帰って大福とも話すだけど、うん、あれどういう音だったっけってなる、アクセントというか、うん、その音のネチっていうこの音が取れないってなっちゃって、うんうんうん、同級生の浜松バスケ部のチームメイトに電話したりとか浜松の同級生にも電話して、大騒動じゃねえか大騒動ほんと大変だったに、まあ、よかったねでもね、うんうん、でさ、うん、ドライバーのおじいちゃん、うん、その俺が一緒にお仕事させていただいている練習名レジェンドさん、うん、はい、これがねすごいだよ、普段のお仕事もそうなんだけど、うん、いろんなお仕事してきてるらしいだけど今まで、うん、フォークリフトを運転するときどかっこいい、へもう俊敏、もう本当にね、うん、もうフォークリフトに乗った瞬間の俊敏さがね、うん、すごいもうガチャ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 みたいな、うん、でもうなんかウィーンみたいなのも、うん、もう1センチのなんか狂いもなくさーっとガッて荷物持っていくのがすごいなと思って、うん、そういう姿も見て結構勉強してる、亀仙人みたいな、亀仙人さん甲羅抜いた瞬間シュワーってなるやつ、ね、すごいです本当に、すごいね、うん、だもんでいろいろまたこれからもね教えてもらおうかなっていうふうには思ってる、まだまだ勉強ですね、うんうん、はい、ということで本日は演習弁レジェンドに遭遇ネチでした。これからも2人で頑張っていくもんで、高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、やらまいか。高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。また見てね。